せーの、はい、お便りフォードミュージックスクールの早雲です。今日はですね、渋谷コン毎週月曜日を担当していただいている DJ レンさんをお招きしてですね、まあ、実際レンさんがどういう DJ を今までされてきたかということと、あとはスクールで今どういうことを教えられているかっていうのを聞いてみたいと思います。じゃあまず、こちら DJ レンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうレンさんのスクールはもう3年ぐらいですかね。もやっていただいてて、かなりの、まあ、生徒さんも、抱えていらっしゃると思うんですけども、まずやっぱレンさんといえば、あれですね、レッドブルのジャパンチャンピオン、はい、レッドブルスリースタイル、ね、スリースタイルのジャパンチャンピオンですね、はい、やっぱそれ見て、生徒さんもお越しになれてる方も多いと思うんですけども、実際そのレンさんが DJ 始められたきっかけ、はい、まず DJ って何年ぐらいやってましたんですか。僕は、はい、DJ は今僕39だから21年まあ古かね。18歳っすね。まあなんかターンテーブルちゃんとしたのを買ったのは大学入って20歳とかなんで、はい、なるほど、19年ですけど、その前にちょっとなんか簡易的なターンテーブルみたいなんじゃないですけど、なんかそういうのは19、18、なんで、はい、まあそれは数20年とか19年とかそのぐらいですかね。なるほど、めちゃくちゃ長いですね。やっぱそうなんですよ、長め長め、素晴らしいです。そのなんか DJ 始めるきっかけとかってのはあったんですかね。きっかけは、はい、その本格的にクラブ DJ だったり、そのまあ DJ やろうと思ったきっかけは2個あって、はい、なんどっちもが大体同時期ぐらいだったんですけど、はい、1個は2001、2001か、僕が京都、大学京都だったんですけど、はい、京都でステューシーって洋服のお店でバイトをしてる時のバイトの人に連れてってもらったイベントで、京都のDJ さんが、はい、やってるイベントに、DJ の当時の DJ マスターキーさんとか、マスターキーさん、はい、エビジルシさんとかが、はい、ライフエンターテインメントクルーと来てて、その人たちを見に行って、うわなんかすげえ DJ かっこいいっていうのを思ったのがきっかけと、うん、なるほど、それでなんかターンテーブル始め買って、うん、でやり始めて、そしたら次なんか2002年のケンタロウくんの、はい、が多分2001年に多分出たやつかな、分かんないですけど、はい、DMC の大会の VHS、うんうん、それを見て、ケンタロウくん見てすげえかっこいいっていうのがあって、それでなんかそういうスクラッチとかにも興味あって、うん、やっぱ DJ 本格的にやりたいと思って、その2つですかね、それがきっかけ。なるほど、なるほど、はい、そこからその DJ 始められて、まあ、どういう感じで、まあ、現場で DJ やったりとかっていうの、そこの レベルまでとか、はいはいはい、家でやってるところから実際外でやるところ、現場でやるとか、どういうふうにつなげていかれたんですかね。僕はなんか幸運にもなんかその大学時代そのアパレルでバイトしてた時に、はい、その周りの人らも DJ やってたんですよ。アパレルの店員さんが DJ やってたんで、もうその周りの人はみんなターンテーブル持ってる、アパレルの人はみんなターンテーブル持ってるみたいな状況が、すごいいい環境ですね、すごくいい環境でだったんで、まあ、自分の場所買ったら、うん、もうお前レッペ出ろよみたいな、なるじゃないですか。それで、いやもう出たいっす、うん、でもミックスできなきゃダメみたいな、うん、そういう感じでなんかお店でかける用のミックスを、はいはい、最初作るところから始めたりとか、はい、でもなんかかけてちょっと恥ずかしいですか、うん、聞いてもらって、まあいいじゃんみたいな、そういう感じで、その頃もう完全にレコードだけですね。レコードだけです、うん、レコードをもう毎日買いに行ってましたね、うん、それでやって、まあ売り込みじゃないですけど、その練習をした上で、はい、その店員さんのやってるイベントとかに出させてもらって、はい、一番手とかで、はい、でその後自分で当時滋賀県に住んでたんで、はい、滋賀県のゼゼですね、はい、クラブ、もう僕の生まれ育ち高校です、ね、クラブムーブで自分のイベントやらせてもらったりとかしてて、はい、それで、その後京都の大きいエッセンシャルっていうイベントを、はい、サンコンさんとされてる、はい、それに出させてもらうような
って、そこぐらいか結構本格的にじゃないですけど、いろいろなところに DJ させてもらうようになりました、ね。なるほどな。はい、ちゃんとそういう、まあ、下積みではないですけど、うん、ちゃんと一からまあ練習して、ね、ミックスとかまずできるようになって、うん、っていうところまで、うん、でクラブでできるようになってっていう。そうですね。まあ、あと、そう、まあ、やっぱ有名な人、まあ、あのレコード持ちだったりとか、はい、もちろんそういう時代はもちろんかなりやってました、ね。なるほど。はい、そこでまあミックスとかいろいろ学ばれたと思うんですけど、実際そのレッドブルのバトル、あのスリースタイルとかだと、スクラッチであるとか、はい、ジャグリングであるとか、はい、そういった技術的なところも必要になってくると思うんですけど、はい、そういうのはどっかで学ばれたりしたんですかね。僕は基本、まあ、バトル DJ ではないんで、はい、結構そういうジャグリングだったりとかっていうのはそんなやらないタイプで、ただスクラッチは結構大好きだったんですよね。でもうスクラッチはもう宮島さん、 DJ の宮島さんに、もうレジェンドですね、スクラッチャーの会のレジェンドもちろんなんですけど、に習いに行きましたね。それがきっかけで、それが2008年に習い始めに行きましたね。なるほど。2007年に DMR っていうのはもう今ないんですけど、ダンスミュージックレコードでレコード屋さんで社員で働いててバイヤーやってたんですけど、イベントちょっと出れなかったんですよね。というのが、まあなんかちょっとなんかまあ会社の方針で、あんまこうなんか名前打って DMR みたいなので、イベントにあんまガシガシ出れないというか、まあ、出るといろいろ業務にも支障があるし、規定としてあったんですね。まあ、一応こうあったんで、はい、じゃあスキルをやっぱ磨こうって、そういう時に多分その2002年か1年、その健太郎くんの、あのそのバトルこうやってやってスクラッチやったりする、なんかこうあれがこう蘇ってきて、おスクラッチやっぱ極めよう、ね、そこにつそれが出てきて、それが2008年な。じゃあ現場でできない分もうスキルを磨いてやろうと、そこで発散してやろう。なるほど、そういうことです。やっぱあの、まあ、このクラス毎週月曜日になっているクラスもやっぱり客観的に見ると、当然ミックス DJ ミックスっていうのも学べますし、それだけじゃなくてかなり高度なスクラッチっていうのも学べると思うので、うん、まあ、かなり特殊というか、うん、あの他にはないクラスちょっと変わってるかもしれない、かもしれないですね。で実際そういった、まあ、あの生徒さんがこのクラスいらっしゃった時に、はい、リンさんに、まあ、こういうことを教えられるよっていう、まあ、強みみたいなのがあったりしますか。まあ、やっぱりなんかそのうまくこうなんか ギミックとクラブプレイっていうのを融合させるというか、なるほど、うん、なんか僕個人的にはやっぱりその DJ ってやっぱり音楽ありきでお客さんをグルーブを作ってお客さんを踊らせたりとか、うん、まあ、いい雰囲気に持っていくっていうのがやっぱり DJ としてはなんかこう、もう自分のあれですけど、こう意見としては DJ なのかなっていうふうに思ってるんで、そこにまあうまくエッセンスというか、うん、として、それ僕が今までやってきたようなスクラッチとかもうなんかこう邪魔にならないように、うん、まあ、うまくこうつないでグルーヴを保ちながらつないでお客さんをこう踊らせれるというか、うん、なんかそういう感じのプレイスタイルみたいなのを教えれたり提案できたりとかで真似してもらえたりとか、うん、まあ、そこから自分の個性出していってもらって、うんうん、っていう感じでなんか、それが結構 強みっていうか、なるほどかなと思う。そうです。まあ単純に多分こういう悩んでる人も結構多いと思うんですよね。そのスクラッチはできるし上手くなったけど、うん、実際その使う場がなかったりとか、はい、で実際そのクラブのプレーに対してどういうふうにそれを差し込んでいけばいいのかとか、まあ見せ方ですね。うん、見せ方をまあどうすればいいのかとか、逆にミックスはめちゃくちゃできるけどその中でスクラッチをどう学んでいいかもわからないし、うん、どう埋め込んでもいいかもわからないっていう方もいらっしゃると思うんで、そういう方には結構ハマるかもしれないですね。うん、まあ、どっちもできたいじゃないですか。間違いないです。まあ、できたら単純にまずかっこいいですから、ね、そう、なんか、うん、できなくてなんかそれをなんかこう悶々とするよりかは練習してどっちもできるのが一番ハッピーだと思うんで、うん、それでやるやらないはやっぱりその自分の判断というか、うんうん、そのお客さん見た上でどういうふうに出していくかっていうのはやっぱ自分のスタイルだし、でもそれがなんか引き出しとしてあるっていうのはやっぱり強みだと思うんですよね。うん、そうですね、まあ、武器として必ず
そうあって損はないっていう、うん、と思います。これはあるかもしれないですね。わ、うん、かりました。で実際、まあ、レンさん、まあ、いろんなあの経歴もお持ちだと思うんですけど、今どんな感じで音楽やってらっしゃいますか？今は基本僕なんかまあ 1週間月曜から基本水曜スクールはまず昼間、はい、昼間に夕方か、夕方から夜は、はい、やらせてもらっていて、まあ、月曜日火曜日がまあ渋谷校で、はい、まあ、秋葉原とまたやらせてもらってて、それで、まあ、木曜日は、最近は、結構制作とかを木曜、まあでも月曜から、水曜のスクールの前は基本家で制作音楽作ったり、はい、ミックス作ったりして、うんうん、でやってて、まあ、木曜日は結構全部やってるですね。なるほど。ずっと毎、まあ、夜までやってたりとか、うん、でそうですね、まあ、金曜はね最近はやっぱりちょっとそのコロナの影響もあって、うん、あんまりやっぱり現場がまだ入らないので、そうやっぱそこの金曜は結構制作が多いですかね。日曜とか制作割と最近始められたんですか？ね、なんか制作で今曲作ってるんですけど、はい、曲は結構なんか昔は結構もうブンバップ系じゃないか、サンプリングがやっぱり多くて、うん、ハード使ってサンプリングしたりとか、はい、してたんですけど、はい、最近もう完全に打ち込みで、まあ、ソフトダウエイブルトンから、はい、あのFL スタジオに変えて、そこからもう完全に打ち込み、自分でメロディーもコードも全部使って、うん、お素晴らしい、全部やって、うん、作るスタイル、それがダウ変えたのは6月とか、割と最近、いや最近、今9月なんで、今9月3ヶ月前なんですけど、はい、もう毎日多分 FL スタジオ3ヶ月間で計算すると、はい、僕が多分一番向き合って仲いい時間が、はい、多分結構日本でも結構上の方の時間向き合ってかなりやり込んで、いやでもやっぱそういう集中力がすごいですね。こう決めたらもう、うん、のめり込むっていうところは、そうです。なんか DJ もなんですけど、うん、なんかこういう風になりたいなみたいなのがあると、うんうん、なんかそれがすごいずっとあって、それを憧れに思うなんかその癖があるの、あ、それに近づきたいみたいな、自己実現というか、いや素晴らしいですねそれは。そういうのがあるのかもしれないですね。なんかハマっちゃう癖が最近ですね、うんうんうん、そう。素晴らしいですね。そういう感じのなんかスタイル、うん、制作とかも、ね、なるほど。最近は、そのなんか制作実際かなりやり込んでらっしゃると思うんですけど、はい、それをなんか DJ のプレイにこう活かせるようなことがあって、はい、なんかあったりしますか？なんかやっぱりなんか自分で作ると、その、まあ、もちろんコードの進行もキーも、うん、もちろん BPM もしかりなんですけど、あとは構成とかってやっぱ曲を作る上でやっぱリファレンスになる曲結構聞き込むじゃないですか、うん、でこういう曲作りたいなってなった時の構成もそうだし、鳴り方もそうだしですけど、なんかこう曲一曲をすごいなんかやっぱり自分で作るんで、はい、中身までしっかり作ってる時にまあ聞くじゃないですか、はい、そうなると他の曲クラブで自分が書ける曲に対しても、うん、やっぱりこういう構成があるとか、うんうん、まあコードの進行とかキーはこうだから次の曲はこういう感じも行きたいけど、うん、なんかまあ気持ちよく聞かせるならこういう感じだよねとか、うんうん、なんかそういうあの曲一曲一曲に対するなんかこう理解というか、うんうん、それはなんか歌詞含めなんかもっとすごい勉強するようになった。なるほど。やっぱその曲書ける曲に対してもより、そうです、ね、まあ、制作側としてのこう理解というか、そうですね、なんかどういう展開であるとか気遣ってるかとかっていうことですね、うん、まあ、それも生徒さんに対してこうフィードバックできそうな、確かにそうですね、できますね、うん、素晴らしいです、うん、ありがとうございます。じゃあ、まあそんな DJ レンさんなんですけども、渋谷校は毎週月曜日、はい、で秋葉原校は、毎週火曜日に、はい、夕方18時から、23時まで、開校してますので、ぜひご興味ある方はですね、あのおたえレコードの、通販サイトで DJ レンという検索していただくといろんな情報出てきますので、ぜひ参考にしてみてください。で今日は DJ さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。